なんか風呂上がりにちょっといろいろ一日のこと喋ろうかなってちょっと思い始めたんであれなんですけど、このハンディ扇風機ってゲットしたんですよ。めちゃくちゃ欲しいってわけでもなかったんですけど、まあゲットした。どうなのかなと思ってちょっとやってみてんですけど、涼しいんですかね。涼しくはないんだよね。なんかまあクーラーやってるんであれですけど、多分クーラーしてなかったら熱風が来るんですかね。そんな感じなんですかね。 TM レボリューション的な感じですかね。これでもなんか誰が考えたんですかね。でもこんなこれをやるっていうのがなんかいまいち分かんないんですよね。これを首にこうかけるようになってるんですけど、これをこう首にかけてこれぶら下げてなんかこう持ってくわけですよね。こうこうやって、なんか首にかけるのってどうなんですかね。こうネックレスとかそういうのだったら好きなんですけど、なんか体育の先生とかこう昔ね、ここにホイッスルつけてたりとか、あと何だろう、サラリーマンの人とかこう社員証みたいなのここに下げてる人とかもいるじゃないですか。で昔、今いるのかな、よく携帯をこう首に下げてる人もまあいたかなと思ってて、まあ総合的に考えると僕が嫌いなタイプなんですよね。なんか首に物下げてるってなんかかっこ悪くないですかね。これをこう下げて街をこう歩くかってなった時にちょっと痛いなとは思ってるんですよね。多分これあるんですけど、持ち歩くことはないかなーって。我々は火星人で、それにも使えないですよね。だから多分持ち歩くことはないのかなーってちょっと今思い始めてます。